はい、キエです。今日はジャガイモパックについてシェアしたいと思います。ご興味のある方は最後までお付き合いください。では、Let's get started! ということで、ジャガイモこれ。ジャガイモをね、直接肌につけて使うなんて、はっきり言って私、断乳の時しか使ってないんだよね。断乳する時ってなんかこれとかキャベツパックとかでこうボリュームの出をストップさせる、お乳をこう鎮静化させるみたいな時に使って、その時以外はお肌のケアなんてジャガイモなんて使ったことなかったんだけど、古くからある情報だとは思うんですけれども、また新しくね、最近でもどんどん情報が出てきていて、でね、これを使うと目の下のね、こうたるみとかクマ、サークルのところって気になるでしょ、そこら辺のケアにすごくいいんですよって言ってる人とか、あとはシミが消えるって、前から割と言われてるかもしれないんだけど、シミが消える漂白効果があるということで、いろいろ調べてみたし、自分でも実際挑戦してみたんですね。そこら辺のインフォメーションをね、シェアしてみたいと思います。まずジャガイモの栄養から。これはビタミンとかミネラルがすごくいっぱい入ってる野菜っていうことで知られてますよね。で、ちょっと見ていただくと、例えばでビタミン C なんかはね、ジャガイモ 100g あたり 35mg 入ってるんだって。これはグレープフルーツと同じ量らしいんですよ。結構すごいよね。柑橘類とか絶対ビタミン C 多いってわかるけど、ジャガイモ同じなんだって結構びっくりしたんですよね。それから、ビタミン B 群とカリウム、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、その辺もいっぱい含まれていますね。それで、例えばカリウムってナトリウムなんかを流すっていうことで、むくみ解消にいいって言われてますね。それから、マグネシウム、これはセラミドを作るときにとても役立ってるって言われてますね。それから亜鉛、これは前回の動画でお伝えしてるんですけれども、亜鉛は肌をね、こうターンオーバーするときに古くなった細胞をね、どんどんこう除外していくときのプロセスをサポートしてるんだって。それでさらに、ジャガイモを切って空気に触れてるとだんだんピンク色になるでしょ。で、それが時間を置いとくと茶色になって、でも、もっと長く置いとくと黒くなっちゃうよね。あれはね、実はジャガイモに入っているチロシンなんですって。で、そのチロシンが酸化して、酵素と影響を受け合って、でメラニンになってるっていうことで、まさにね、このジャガイモの日焼け状態なんですよ。で、このチロシンに関しても、前回のビタミン C 動画でお伝えしてるんですけれども、ビタミン C とこのチロシンっていうのが、繊維が細胞に働いていって、コラーゲンとかね、神秘にある組織のこう生成をサポートするっていうことで、これもとってもいい材料、いいアミノ酸なんですよね。なーに？じゃあこのジャガイモの中には、この間言ってたビタミン C も亜鉛もチロシンも入ってるわけっていうことに気づいたので、じゃあね、使ってみないとなんかもったいない気がして、どんどんやってみました。やり方、いろいろね、バラエティがあるの。もうね、アレンジ結構自由なんですよ。なので、その一部をね、ちょっとシェアしてみたいと思います。で、まず一番最初に簡単な方法は、ジャガイモ、これを切って、そのまま顔に、こう、輪切りなんかにして貼り付けるっていうものね。これは何の手間もかかりません。で、そのままね、寝っ転がってもいいし、こういうダイソーなんかで、こんなマスク売ってるじゃない？ここに、こう、ペタペタつけて、で、こう、固定するように貼り付けるっていう方法でも、いろんな作業をしながら置いとけるので、これも便利だと思うんですよ。で、だいたい15分、20分ぐらい置いておくといいみたいですね。あとは、すりおろす。すりおろして、そのジュースを使うっていう方法。ジュースは、フェイスシートを使って、そこに液体をね、浸して、で、顔に貼るっていう方法。それから、こっからのアレンジがもうバラエティに富んでいる。まずは、ジャガイモとレモン。レモンはビタミン C でもみんなよく知ってると思うんだけど、ジャガイモレモンでミックスして、やっぱりシートで貼る。それから、じゃがいもとレモンと緑茶。緑茶は粉茶とか、私は抹茶ね。安いやつでいいんだよ。でも安い抹茶なんかを混ぜて、亜鉛が入ってるし、抗酸化作用でビタミン C も入ってるし、お茶もすごいスキンケアとかスキンパックにいいって言われてるので、これも混ぜちゃうと効果が上がるかなと思ってやったりしてます。それからまた別のパターンとして、じゃがいもとヨーグルト。ヨーグルトには乳酸が入ってるからピーリング効果があるんだよね。ヨーグルトを混ぜて、それを塗る。その時はシートじゃなくて直線で塗った方がいいと思います。要するに目安としては完全に液状のものはシートパックを使う。それで完全な液状じゃなくって、ちょっとこうドロッとしてたり固形な感じだったら直接塗る。または直接塗って、これで落ちてこないようにプロテクトする。っていう、その辺のやり方ね。それから、トマトとか人参、この辺をペースト状にして塗るっていうのもあります。あとはね、お米のとぎ汁も使えるの。米セラミドね。で、水分のところはそんなに必要ないので、
その沈殿物、白くなってこうクリーミーになってる沈殿物のところだけをね、上手に取り出してください。足すものとして保湿効果なんかを足すために、蜂蜜はもう王道だよね。これはどんなレシピにも足して OK。 それからモラセス、これもどのレシピにも足してみて OK です。モラセスも乳酸入ってるでしょ、だからピーリング効果もある。それから亜鉛も入ってたでしょ、でマグネシウムなんかも入ってて、もうそのままつけてもいいようなものなので、これもね全然混ぜちゃって OK です。これはね、どういうバリエーションでも、どういうパターンでも、もういろ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 こう組み替えでやってみて楽しんでみればいいっていうものなので、ぜひね自分が好きなパターンとか自分が好きなテクスチャーとかを探してみてください。あともう一つ、今編集しながら気づいちゃったんだけど、大事なこと言ってなくって、じゃがいもの絞り汁ね、一番下のところになんか沈殿してるでしょ、でんぷんみたいなのが、そこもすごく栄養があって大事だから、そこ必ず顔にペタ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 つけてください。まあ、こんな感じでバリエーションもすごくいっぱいで、まあ、なんか創作料理作るみたいな感じで創作パックを作ってみると楽しいですよね。でまあどうせじゃがいもにしても、他の今言った材料にしても、割といつも冷蔵庫とか探したらお家にあったりするじゃない。だから普通のねシートパックとか高級なものももちろんいいんだけど、そのお休みの日にじゃあなんか他にしようかなっていう時のレパートリーとしてこういうのも組み込んでいくと、単価安いから節約にもなるし、いいんじゃないかなと思います。ということで、このスキンケアはおしまい。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.